けします。よろしくお願いいたします。今日のファックスメールのテーマがバレンタインデー、はい、今日2月14日でございまして、でもね、男子の立場からするとあんまり好きな日じゃなかった。だって、そうなんですか、楽しみワクワクじゃないの、ワクワクルンルンじゃないんですか。そんないい思い出ないんですか。ちょっとその話が聞きたい。長くなる長くなる、うん、辛い思い出。皆さんからいただいたメッセージをご紹介してまいりましょう。宇佐市のぷよぷよさんでございます。今日はバレンタインデー、旦那にはい本命チョコよと言いながら渡すと、へっへっと言いながらもそもそと受け取りました。嫁さんが本命って言ったら悪いんかい。愛がこもってる。でもギリですって言われるよりね、そうですよ、嬉しいですよ。佐伯市の還暦杉田さん、バレンタイン、主人と知り合って20年くらい付き合い始めて、初めてのバレンタインデーにチョコをあげたら甘いものがダメな人でした。それ以降は一度もあげたことがありません。ちょっと寂しいかもね。でも確かにそういう方いらっしゃいますよね。いるでしょう。でもね、リサーチ大事、ね、リサーチ大事。さあ続いてなんですが、ともちゃんお願いします。はい、こちらハンドルネームトアピグさんからいただきました。ありがとうございます。4歳の娘のバレンタインは大量贈与です。贈与大好きな彼氏を筆頭に、大好きな義理の兄の家族全員、じいじ、ばあば、パパ、弟、母はびっくりの出費でしたが、娘はみんなに渡せて大満足だったのでよかったですと。かなりの人数の皆さんに4歳の娘さんをチョコを渡してるみたいですね。でも2人目以降は分かるよ、うん、家族とかさ、知り合いでしょ、はいはい、ちょっと最初の何、大好きな彼氏、ちょっと待って、4歳でしょ。やるなやるなやるな、大量贈与。最後に由布市はおっちょこちょいママさん、ハンドルネーム、うん、おっちょこちょいママさんのメッセージですよ、うん、ちょっと想像してくださいね、うん、はい、バレンタイン、福岡に住む息子へネット通販でチョコレートを送りました。優しいママ、ね、うん、息子から電話があり、着いたのかなと思って電話を取ると、うん、チョコレート届いたよ、あ、よかったよかったとほっとしていたら、代、うん、引きで、ええ代引きで慌てて支払い状況を確認したら、しっかり代引きになってました。家族みんなに笑われた次第で、恥ずかしい、てんてんてん、息子くん目が点よね。代引きピンポーンって来て、ね、大分の方から届いてますって開けてみたら、わーチョコレートったら、なかなか宅配便の人帰らない。代引きです、え、払うの俺かいみたいな。そういうことですよね。うわー。おっちょこちょいママさん、おっちょこちょいエピソードでした、ありがとうございます。可愛らしいエピソードで、これ毎年語り継がれますよ、これ、ね、そう、楽しい、なります、思い出になりますね。さあ今宵は2月14日バレンタインデーの夜でございます、はい、皆さんどういうふうにお過ごしになりますでしょうか。こっそりワイドでした、はい。